はい、今回も始まりましょう。ポテチ飲んだ。ダリケイバイヨッセロータ。はい、毎日ね、元気よく、疲れを見せずに、いい感じでお過ごしでしょうか。はい、そして毎週末の土日、ポテチお気に入りの競馬ソフトを使って喜びに満ちたプラス収支取れちゃっていらっしゃるでしょうか。はい、ね、まあ土日の競馬はね、ほんまに楽しいね。まあ、楽しみながらね、競馬やって、そしてどんどんプラスをね、重ねてね、もうお金があるてええなあいう感じでね、あの小遣いも増えてええなあいう感じでね、まあそんな感じでね、まあもう日々過ごしていただけたらなあ思います。はい、そして今回、9月の3日札幌競馬場で開催されるのは札幌2歳ステークス G3 でございます。はい、このレースはね、数々の G1 ウィナーを輩出してきた注目の2歳重賞でございます。同じ舞台のね、新馬戦を制したコリエドールがこのレースの主役になりそうです。着差はわずかだったんですけれども、2着馬が外から迫り来る勢いできましたが、ゴール前でね、差し返す勝負根性を発揮してくれました。まあ今回ね、無勝 V2 で重賞取りに挑みますが、まあその通りになってくれるのでしょうか。はい、そして、まあそれに対抗するようにね、デビュー戦で差し切り勝ちを決めてくれたインビクタ、この馬はね、いい足を長く使えるのがセールスポイントで、オーナーはね、なんとあの元メジャーリーガー大魔神佐々木で、まあね、以前はね、ビクトリアマイルの連勝したね、ビルシーナ、阪神大商店 V のシュバルグラン、まあこういう馬がね、大魔神のね、オーナーさんの馬でございますが、まあ今回もね、この馬インビクタもね、将来性という点ではね、ナンバーワンかもしれません。はい、そして次の注目はディープインパクト3区のディープウォーリアーね。この馬はね、もう馬場がね、悪くてもね、まあ大丈夫いうような感じの馬でね、新馬戦を早めに先頭からね、押し切って今審査で V しております。まあセンスの良さとね、能力を感じさせる馬だけね、今回もいい走りを見せてくれるんじゃないかないうところで注目されております。はい、そしてあとはデビュー戦を2歳コースレコードで制したタガノアシュラ、そして函館の新馬戦を勝ち上がったアドマイヤーウィナーも圏内になっております。まあね、この、レースのね、注目は、それね、両決馬コリエドール、そして大魔神の馬インビクタ、まあこれのね、一騎打ちになるかもしれませんがね、まあどのように見るでしょうか。まあしっかりとね、ポテチお気に入りの競馬ソフト、まあこのソフトを使ってね、 しっかりとデータ分析してね、もう事前にね、このデータ分析するのが重要なところでございますから、まあそれをやった上で本番のレースに臨んでいただきたいと思います。はい、そしてね、まだポテチお気に入りの競馬ソフト、めちゃめちゃ便利なこのポテチお気に入りの競馬ソフト、まだ使ってないよーいう人もね、いらっしゃると思いますね。
まあ自動でね、買い目を出してくれて、自動で資金配分してくれて、自動で収支管理をしてくれるっていうね、めちゃくちゃ便利なソフトになってます。まあ使わん方がね、ほんと損ですからね。まあ使った方が、まあ、断然いいと思いますね。プラス収支に喜びたいのであれば、間違いなく使った方がいいんじゃないでしょうかね。うん、まだ使ってない人、もうね、早速使ってください。うん、使わな、この良さがわかりません。ということでね、詳しい内容はね、ポテチのブログにリンクを貼ってます。そこからね、クリックして、まずはね、無料会員登録をして、その後に、ソフトの無料ダウンロードをしてね、しっかりとね、シミュレーションして、このソフトめちゃめちゃええやんいうのを実感した上でね、本番のレース、まあこちらでもね、しっかりとね、プラス収支取っていただきたいと思います。はい、そしたらね、今回はこんな感じの動画でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ポテチでした。よろしく。それと、良ければチャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック。スマホの方は画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。